はい、皆さんおはようございます。今日は6月5日ということでですね、待ちに待ったフォーエイシスの、プチツアーね、小さなミニツアーの初日でございます。楽しみですね。本当何が起きるか分かんないですけど楽しみですよ。皆さんもね、しっかり感染対策の方気をつけていただいて、見に来ていただけたらなと思います。そしてですね、先日インスタライブで書いていた曲もなんとか間に合いました。雨の日だったんで、レイニーデイ、雨の日ということでですね、書き終わりましたよ。こちらの曲もなんとか演奏できたらいいなと思っております。それではまた会場でお会いしましょう。おはようございます。ただ始まるぜ。え、始まるぜ。回されてるのなんか落ち着かへんな。せっかくだから旅路を下北沢よう来てるやろ。あれか、小田急線改札口の右手奥側にお進みください。じゃあよろしくお願いします。お願いします。やばい。よい。始まりますよ。始まりますよ。ワンルームフォースクエアーズ。よし。よし。はい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 。入ります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 。おはようございます。よろしくお願いします。はい。ちょっと、ええ。ちょっとここ置かんといて。ええ。よろしくお願いします。ええ。カレーカレー。はい。よろしくお願いします。よし。とりあえず飯食おう。どうですか今日の意気込みは。めっちゃ難しいよ。誰これ選んだのマジで。もっと気楽にやれるって聞いてたんですけど、ね、大丈夫かな。頑張ろう。頑張ります。20人かな。うん、さあ上に上がるぞ。ズームしてる時めっちゃこんな震えとった。はい、お疲れ様でした。はい、いいライブでした。みんな最高です。ね、明日名古屋頑張りましょう。はい、久しぶりのツアーですね。じゃあさ、みんなでこのジャンプして名古屋行くみたいな。ああ、やりましょう。その前にまあ昼飯食べましょう。古木さんのなんか古木さんのあんかけスパバージン。はじめましてです。うん、すごっ。ここがどのタイプのやつか。あ、ここのそんな醤油、あ、醤油ちゃんは胡椒っぽくないな。これがすごいっすね。野菜ゼロっすね。わんぱくだなぁ。みんなコーラ飲んでるし、ね、いただきます。うまい。うまい。よかった。よかった。なんか焼きそばみたいこれ。Thank you.
すごいな、電車でケニーズに来るっていうのが。あ、名古屋は結構車分解もんね。あ、そっか、あ、なんか持ってない。でも多分しんどいから。あ、とりあえず自分だけあげてて、うん、アイスでも買いに行くか。ちょうだい。なんで？ちょうだい。というわけで名古屋滞在終わりました。皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました。